30社ぐらい受けました。その中で2つ内定をもらいました。まあ、どっかしら受かるだろうっていう気持ちで、まあ、最悪1年遊んでもいいんじゃないかってぐらい、そんぐらいの気持ちでやった方がいいかもしれない。はあ、時代は変わりましたね。もう本当に目まぐるしいな。就職氷河期ってありましたよね。何だったんでしょうね、本当にね。そうですか、2つ受かって、まあどっちか受かるだろうと思ったと、何だったら1年ぐらい遊んだっていいんだと、悠然たるもんですな。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。今週まな板の上、しがらみ絆、思いやりが乗っております。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。香菜はそういう感覚持ってない？2017年は女性がすごく吹き荒れた時代。まあ活躍してる女性もいれば、うん、お騒がせな女性もたくさんいましたね。うん、その特に私は2017年、私の記憶に残ってるやつでは、旦那さんを殺すばあちゃんがいましたよね。毒殺して何人も何人も殺して、よく覚えてませんとかっていう、はい、それからこれメモに書いてあるんだけど、女性大臣で眼鏡をかけたあの方、稲田さんですね。稲田さんですな。はい、もう記憶がだんだん遠のいていくという。まだ問題は解決してないのにっていうね。かなが突っ込んできました。すいません。とにかく前半だけでも相当女性たちが事件を巻き起こしているわけでありますけども、はい、私なんかこう書いとるな、これ。かつてミサゴ千鶴、これは大好きな女性社会学者の方なんでありますが、はい、鬼ババア化する女っていうのを書きまして、うん、女の人は鬼ババアになるからっていう。でも逆に鬼を退治したがる桃太郎化したババアってのも、はあ、言葉がちょっと悪うございますけども、やっぱ増えてきましたよね。はいはい、そんな時にその日本の問題ということで、行動生態学、それから進化生物学で名を成す二人の方の対談集ということで、絆と思いやりが日本をダメにする、長谷川真理子さんと山岸俊夫さん、集英社から出てるこの一冊をまな板の上に置いて下ろしてみたんですけども、はい、指摘としてなかなか面白かったのは、今もう社会問題になって政党が掲げる大きな問題になっておりますが、少子化について、はい、この少子化を語り合う前に、この二人の学者さんが人口問題っていうのは戦後すぐ何であったかっていうことを語り合ってらっしゃる。はい、戦後すぐにあれだったんですよ、香菜さん、人口問題って日本にあったんですよ。それは人口がどっちですか？増えるってことですね。そうなんです、ええ。とにかくこのまま人口が増えたら、日本は大変なことになるということなんですよ。うん、はい。なんせ1950年代から1960年代、出生率4でございます。ほう、そっか。はい。で、このまま行くと人口爆発で食料の奪い合い等々が始まり、飢餓が懸念されると。そこで政府が打ち出した政策は何か。これ覚えてるよ、俺。あなた、何考えたと思う、政府は。まあ、中国の一人っ子政策のような。もう、間に合わないのよ。爆発的に増えてるんで。はい。その、出生の段階で抑えても間に合わないんで、うん、出ていけと。日本から。あ、はあ。増えた人間は。はい。そこで一番いいので、奨励されたところが、ブラジルなんです。ほう、ブラジル移民。ほう、これね。それ何年代の話ですか？俺の中学校の頃。中学校。俺ね、遠い記憶だけどね、あのブラジル行ったやつなんとなく覚えてる。そうなんですか。とにかく人口が増えるといけないんで、もう食い物がなくなるんで、とにかく出ていけと。政府ってな、あけすけな生き物ですね。はい。そしてもう一つが、暮らしのサイズを小さくしろと、うん、小さくしないとみんながどいつもこいつも一戸建てばっかり求めると、あの土地がなくなっちゃうっていうんで、うん、そこで政府が考えた
対策、それが団地生活なんです。おー、あ、それで団地が増えたんだ。そうです。この時に 2DK、2DK にとにかく住めと。ほう。そのサイズで生きていくんだと、お前らは。人数関係なく。関係なく。だから 2DK ですから、はい、もう4人だとぎゅうぎゅうになっちゃうから、はい、産んでも2人が精一杯。望むところは1人なんだと。それが文化的なんだと。はあ、こう政府は指導したんです、国民を、はい。子供は産むな。そして生活は団地サイズ。団地サイズがゆえに、そうなんですよ。暮らしを便利にするというよりも、団地サイズにするために、家電で身を、暮らしを装えと。そのために、白物家電、冷蔵庫、洗濯機、掃除機に囲まれて、子供はとにかく最高で二人、望むは一人。これが文化サイズだって。団地じゃないのだって。文化団地とかって言ってたよな。なんかそういう言い方してた。そうなんですか？うん。これすごいんです、はい。日本国民の素晴らしさでありますが、政府の言うことを聞くんです。ほう、そして、ものすごい短い間に人口抑制策は短期で成功したんです。はい、これほど短期で人口を抑制できた唯一の国、それが日本なんです。でも人口はいっぺんには減らないから、惰性がついておりますんで、国からすればダラ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 生きるやつがいるから。で、70年代になりますと1億人を突破してしまうんです。はい、でもこっからわずか20年で出生率は2から1へ減るんです。やっと戦後すぐの政府の言うことが完成した時代が今なんですよ。でも政府は今人口を増やせって今度は言い出したんですね。そうですね。そのあたりから二人の学者さんの話聞いてみましょう。この続きまた明日のまな板の上で。
増やせって今度は言い出したんですね。そのあたりから二人の学者さんの話聞いてみましょう。この続きまた明日のまな板の上で。1950年代から1960年代出生率4でございます。ほう、そっか。はい。で、このまま行くと人口爆発で食料の奪い合い等々が始まり、飢餓が懸念されると。そこで政府が打ち出した政策は何か。これ覚えてるよ、俺。あなた、何考えたと思う？政府は。まあ、中国の一人っ子政策のような。もう、間に合わないのよ。爆発的に増えてるんで。はい。その、出生の段階で抑えても間に合わないんで、うん、出ていけと。日本から。あ、はあ。増えた人間は。はい。そこで一番いいので、奨励されたところが、ブラジルなんです。ほう。ブラジル移民。ほう。これね。え、それ何年代の話ですか？俺の中学校の頃。中学校。俺ね、遠い記憶だけどね、あの、ブラジル行ったやつなんとなく覚えてる。そうなんですか。とにかく人口が増えるといけないんで、もう食い物がなくなるんで、とにかく出ていけと。政府ってな、あけすけない生き物ですね。はい。そしてもう一つが、暮らしのサイズを小さくしろと。うん、小さくしないと、みんながどいつもこいつも一戸建てばっかり求めると、あの、土地がなくなっちゃうっていうんで、うん、そこで政府が考えた対策、それがあの団地生活なんです。お、あ、それで団地が増えたんだ。そうです。この時に 2DK、うん、2DK にとにかく住めと。ほう。そのサイズで生きていくんだと、お前らは。人数関係なく。関係なく。だから 2DK ですから、はい、もう4人だとぎゅうぎゅうになっちゃうから、はい、産んでも2人が精一杯、うん、望むところは1人なんだと。それが文化的なんだと、はあ、こう政府は指導したんです、国民を、はい、子供は産むな、そして生活は団地サイズ、団地サイズがゆえに、そうなんですよ、暮らしを便利にするというよりも団地サイズにするために家電で身を、暮らしを装えと、はあ、そのために白物家電、冷蔵庫、洗濯機、掃除機に囲まれて、子供はとにかく最高で2人、望むは一人。これが文化サイズだって。団地じゃないのだって。文化団地とかって言ってたよな。なんかそういう言い方してた。そうなんですか？うん。これすごいんです。はい。日本国民の素晴らしさでありますが、政府の言うことを聞くんです。ほう。そして、ものすごい短い間に人口抑制策は短期で成功したんです。これほど短期で人口を抑制できた唯一の国、それが日本なんです。でも人口はいっぺんには減らないから、惰性がついておりますんで、あの、国からすればダラ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 生きるやつがいるから。で、70年代になりますと、
1億人を突破してしまうんです。はい。でもこっからわずか20年で出生率は2から1へ減るんです。うん。やっと戦後すぐの政府の言うことが完成した時代が今なんですよ。うん。でも政府は今人口30社ぐらい受けました。その中で2つ内定をもらいました。まあどっかしら受かるだろうっていうような気持ちで、まあ、最悪1年遊んでもいいんじゃないかってぐらい、そんぐらいの気持ちでやった方がいいかもしれない。はあ、時代は変わりましたね。もう本当に目まぐるしいな。就職氷河期ってありましたよね。何だったんでしょうね、本当にね。そうですか、2つ受かってまあどっちか受かるだろうと思ったと、何だったら1年ぐらい遊んだっていいんだと、悠然たるもんですな。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。今週まな板の上、しがらみ絆、思いやりが載っております。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。香菜はそういう感覚持ってない？2017年は女性がすごく吹き荒れた時代。まあ活躍してる女性もいれば、うん、お騒がせな女性もたくさんいましたね。その特に私は2017年、私の記憶に残ってるやつでは、旦那さんを殺すばあちゃんがいましたよね。毒殺して何人も何人も殺して、よく覚えてませんとかっていう、はい、それからこれかメモに書いてあるんだけど、女性大臣で眼鏡をかけたあの方、稲田さんですね。稲田さんですな。、はい、もう記憶がだんだん遠のいていくという、まだ問題は解決してないのにっていうね。カナが突っ込んできました。すいません。とにかく前半だけでも相当女性たちが事件を巻き起こしているわけでありますけども、はい、私なんかこう書いとるな、これかつてミサゴ千鶴、これは大好きな女性社会学者の方なんでありますが、はい、鬼ババア化する女っていうのを書きまして、うん、女の人は鬼ババアになるからっていう、でも逆に鬼を退治したがる桃太郎化したババアっていうのも、はあ、言葉がちょっと悪うございますけども、やっぱ増えてきましたよね。はい。そんな時に、その、日本の問題ということで、行動生態学、それから進化生物学で名を成す二人の方の対談集ということで、絆と思いやりが日本をダメにする、長谷川まりこさんと山岸俊夫さん、集英社から出てるこの一冊を、まな板の上に置いて下ろしてみたんですけども、はい、指摘としてなかなか、面白かったのは、今もう社会問題になって政党が掲げる大きな問題になっておりますが、少子化について、はい、この少子化を語り合う前に、この二人の学者さんが人口問題っていうのは戦後すぐ何であったかっていうことを語り合ってらっしゃる、はい、戦後すぐにあれだったんですよ、香菜さん、人口問題って日本にあったんですよ。それは人口がどっちですか、増えるってことですね。そうなんです。とにかくこのまま人口が増えたら日本は大変なことになるということなんですよ。はい。